どうもバンです、今日もね459を持ってきたんですけども、こちらコード系なんですけれども、コード系にね GPS を内蔵してきました。で、これね大きい方の、2つ作ったコード系の中でも大きい方です。で、なぜ大きいかというと、中の配線がねまだピン配線なんですね。実験的な配線ということですね。で、やっぱりちょっと容積がでかくて重いですね。前回飛ぶということは確認してるんですけれども、ちょっと心配ではありますけれどもね。なので、GPS を積んで何をするのかということなんですけれども、まずこ、高度は今まで測ってきたじゃないですか。それは、気圧センサー、温度センサーで測ってきたわけですね。で、高度だけじゃなくてですね、速度も測りたいんですね。で、速度を測るには GPS がやっぱりね適してるんじゃないかなということですね。あとそれからどこまで行ってるのかというのをですね把握したいんですね。やっぱりちゃんと正確にね、どこまで、行ってるのかっていうのを把握できればですね、今後、国土交通省の航空局にね届け出する時の、資料にも役立ちますしね。それでは飛行の準備の方をしていきます。はい、どうもです。それでは4号機テイクオフなんですけども、ちょっと申し訳ないんですけども、カメラは積みません。やっぱり結構重くなってるんでね、まずは安全を確認するためにカメラなしで、飛ばしてみます。そしてバッテリーも軽いやつです。3セル 300mAh です。これでまあ多分飛ぶんじゃないかなと思うんですけどね。琵琶湖にドボンしたらすいませんけれどもということになりますけれどもと、一応タイマーは1分にしておきます。すぐ下ろします。で、うまくいけばインスタ36052のカメラを載せてみようと思います。それではテイクオフです。はい、どうもです。やっぱりね、規則が遅くなってますね。飛ぶのは飛びます。で、カメラも多分大丈夫です。ただ、こんだけやっぱりね、プロペラのすぐ後ろに乗せたら、なんていうんですかね、初速で、なんか揚力が足りないなっていう風なね、感じになりかねないんで、まあ、次、インスタ36052カメラを乗せるときは、ちょっと強めに、僕自身が助走して、で、飛び立たせてみようというふうに思います。はい、どうもです。一応ねちょっとだけ内陸の方をやってきました。ペイロード的に重くなってますんで、もしこれはダメだとなればですね、なんとか琵琶湖湖岸までで、着陸させようと思います。インスタ36052カメラ立て持ちです。こんなんで飛ぶんかよ。多分飛びますよね。それではテイクオフです。タイマーは1分です。
はい、どうもです。着陸がね、なかなか決まらないですね。いつものでんぐり返りです。でね、もうギリギリですね。まず航力がでかいです。速度が出ないですね。こんなものをこんなところに積んでいたら。なので、もうちょっとやっぱダウンサイジングする必要がありますね。これはね、多分できます。もうちょっともっと小容積化、あとピンをなくして、ピンっていうのは配線のコードと接合するピンですね。それをなくして、であとは、うまくいけばこのね、インスタ36052のかの後ろ側にね、やれば空気の流れも良くなるんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、今回はですね、とりあえずこれが動くかどうかの確認なんでね、GPS で速度の表示をすることが、ね、できるのかどうか、そして、どういう飛行ルートをたどったのかを、ね、記録することができるのか、そっちの方が優先なんでね、うまくいくかな、まあ、多分うまくいくと思うんですけどね、ただね、 GPS のね、プログラムとかって窓の近くでやらないといけなくてですね、ちょっとそれ結構めんどくさいんですよね。なかなかそういう人のせいにしてはいけませんけど、いやいや人のせいじゃないな、何のせいだ、窓のせいか、いや違うな、大変失礼いたしました、本日はこの辺りで失礼いたします。今後の課題ですけれども、まず安全にちゃんと元気よくね、上昇できるようにすることですね。それが第一の課題です。もう結構今のフライトなんか、上昇、最初離陸して上昇中に旋回でもしようもんならですね、多分、浮き上がることがね、なかなか難しかったんじゃないかなというふうに思いますし、まあそりゃそうですよね、こんなんではね。はい、改善をいろいろとしていこうと思います。本日以上です。ではでは。